ございます。です。ご無沙汰します。お疲れ様です。はじめまして。よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。福本真嗣、未来電子テクノロジー株式会社で代表やってます。柳川ひろみです。スプレディっていう会社で共同創業者やってます。じゃあちょっと今日はこちらの方。どうですか。よろしくお願いします。はい。ダンス。そうですね。ダンスをちょっと今回一緒にやってもらえないかなと。マジっすか。ダンスやるんですか。嫌です。ダンスはまあなんか苦手の域まですら行ってないんですけども、もう二度と踊るかっていう心に決めた。本当逆上がりできないんで私体育できない。ちょっとダンスはちょっとやばいかな。ちょっと全体練習をやります。はい。あ、その時によろしくお願いします。12月ですね。はい。ちょっとそちら来ていただければなと。All I want is for you to be happy. Give me a chance to show that you can be. 確かに、くっそ仕事忙しくて、踊れなさすぎて。めちゃくちゃみんなが盛り上がってて終わった後に。やるからには、このくっそちゃんと手に持って。一緒にやれるとか。この半年間を出し切るっていうのは。こいつはちなみに。こいつはでかっ。いい。こちらありますよね。でかいでかい。絶対してもらって。欲しい。欲しい。できるビジネスマンはなぜ踊れるのかというプロジェクトなんですが、皆さんにはこれから4ヶ月死ぬ気で踊ってもらいます。仕事とか家族とか言い訳一切不要で踊っていただきます。最後にプロモーションビデオを撮影して世間に公開したいと思います。で、最終的に踊ってもらう振り付けを見てもらいます。とりあえずなんかダンスをみんなで楽しく踊ろうっていう回なんですけどって言われてたんで、まあシンプルに騙された。なんかやばいとこ放り込まれたなっていうのが率直な。もうね、衝撃的だったあれは。衝撃。私もう本当ヨガ感覚で行っちゃって、あれと思って、あれ人がこんなに早く動いてると思って。鏡の前の自分っていうのが超嫌いで、美容院行くのも嫌なぐらい。鏡を見て練習しろって言われた時は、いやちょっときついな。上向いて、下向いて、上向いて。はい、首動かしてくださいみたいな。横にみたいな。動くわけねえしみたいな。で、言葉で理解し、体に落とし込まれる。でききってるから。何にも見えないし、何やってもいいか分かんないし、アイソレーションっていうやつの延長線上にダンスはあんのかみたいなのが、なんか結局どういうアウトプットになるかも全然見えなかったので、すごい大きかった。ダン、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 めっちゃむずい。こういうかかと、やば、全然やばやばやばダサい。ダサい。この時、あ、そうですね、この時にかっこよく見せるコツ。普通やだなって思ってる。やりたくない。練習前は結構毎回憂鬱で。そうだった。うわ、今日も仕事の後ダンスあるっていう。じゃあ皆さん、第3回の全体練習始めていきたいと思います。伊勢愛をね、ちょっと緊張すると思うんですけど、人前で踊るということも
まあ、一個こう刺激になるかなと思うんですというか、まあ、多分人前で踊る経験せずにいきなり撮影も結構しんどいと思うんで行きますか。じゃあ行きます。じゃあロッキー行きまーす。ちなみにこのチーム完成度高いっすから。おー、ちょっと待って、ちょっと待って、めっちゃ踊れてる。いきます、ヒップホップ、いきます。ラストでーす。すごい良かったみたいなのとかハイタッチとかしてくれて、なんだろう、めちゃくちゃみんなが盛り上がってて終わった後に、なんかすっごい終わった後になんか気持ちが良かった。リアルで人に見せるみたいなっていうのがみんな多分嫌だと思うんだよね。でもう踊ってなんかすっげえ認めてくれるみたいなのがあったから、みんな居心地が良くなったんだなっていうのはすごい感じた。一回踊るだけで。みんな同じスタートラインっていう前提だったから、敵じゃないんですけど、あのライバルたちに対してあのすごいものを当日サプライズで見せてやっぱり振り付けをやって、でみんながちゃんと会ったタイミングとか、あ、まあ、鏡見ながら基本的には自分に一生懸命だけど、なんかあったなみたいな感覚って多分それぞれの中でおそらくあって、なんかチームでもっと揃えたいなって気持ちに多分なった。久しぶりに確かに部活とかサークルみたいに自分の属してるチームマジ一番最高って愛着を持ったなとは思うんですよ、今おっしゃる通り。4月20日にあの皆さんで撮影できるかなと思います。そこまで頑張っていきましょう。はい、よろしくお願いします。はい、焦り半分、達観半分で、まあ、あと1週間とかやっぱり思うんですよ。だけどでも多分あと1週間もらってもあと1週間って思うんだろうなと思って、自分が苦手なとこはあそこだなっていうのをずっと言ってました。うまく踊るとかよりもとにかくこの半年間を出し切るっていうのがすごい念頭にありました。こちら側に乗ってください。皆さん本当に4ヶ月お疲れ様でした。さあ、ついに撮影取り掛かっていきたいんですけど、生徒のモチベーションリーダー今回の西村明に、おい、お前ら嫌いだってよ。
Breakdown. Break, 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 breakdown. Breakdown, down, down. やる価値というところにフォーカスして仕組みを作ろうとしています。で、まあそんなことをやっているというのを僕の周りのビジネスのエグゼクティブの方々に相談する機会が結構あって、まあアン君がそこまで言うなら全然協力するよというふうに言ってもらえたので、まずはじゃあ彼らにちょっと一回踊ってみませんかと。で、踊ってみてどんな価値があったかっていうのをちょっと一緒に探してもらえませんかっていう形で、このできるビジネスマンはなぜ踊れるのかが発足しました。で、実際シーズン1を終えて、で動画を見てくださった皆さんとか、で実際ここに出演したみんなも、まあ、ちょっとあえて言語化はしないんですけど、多分同じ何かしらの価値を感じたんじゃないかなと思ってます。シーズン2、やる予定です。まあ、2どころかまだまだその先もずっとやっていこうと思ってて、でこれはこれで、オフラインのサロンとしてこれから運営しておこうと思ってます。人も増やす予定です。まあ堅苦しい話をいろいろしてきたんですけど、シンプルにビジネスの最前線でめちゃめちゃ頑張ってるハイパフォーマーの人たちが集まって、なんかゴルフじゃなくてストリートダンスだと思って、まあかっこよくないですか。仕事もかっこよくてプライベートもかっこいいっていう人たちが集まっているっていう、まあ出来事はそんなサロンでいたいですね。